皆さんこんにちは、シナタンです。はい、今回はですね、前回の Get Ready With Me を出した時にとても好評だったメイク動画を撮ってみました。もし好評だったらメイク動画撮ろうかなって言っていたら、結構コメント欄でぜひ撮ってくださいという風に言ってくださった方が多かったので、今回はプロセスを撮ってみました。こちらのメイクなんですけど、結構、ピンクをメインに使っているカラーなのと、あとはやっぱこのチークだったりとかがポイントになってくるかなと思います。詳しく説明しながら動画撮っていったので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということでメイクをしていきたいと思います。カラコンはですね、前の動画では私多分違うカラコンだったと思うんですけど、今日はトパーズのガーネットだったかなを使ってます。ちなみに前の時は確かルチレイテッドドロップみたいな感じだった気がします。こっちの方がちょっとしっかり濃いめっていうか、でもっと目がなんかクリッとする感じのイメージが私的にはありますね。前の方がもう少しナチュラルな感じだったかなっていうふうに思います。でもこのカラコンも私めっちゃ好きでよく使ってます。なんか若干グリーンっぽい色味もある気がして可愛いです。めっちゃ。ではまずは下地から塗っていきたいと思います。はい、下地はこのシューのアンリミテッドブロックブースターアンズベージュを使ってやっていきます。この下地もうなくなりますね。結構使ってる。なんかつき心地もすごい軽いし、で保湿力もしっかりあるので、私はめちゃ乾燥肌なんですけど、やっぱ保湿力ある下地、冬は特にですけどの方がやっぱ崩れが気になりにくいので、あとはやっぱトーンアップを自然にしてくれるのがすごい好きですね。なんかやりすぎ感もないし、とても好きで、もうすぐでなくなります。なんか結構このシューの下地ってカラーがいろいろあるんですけど、私はこのアンズベージュが一番好きかな。ちょっとツヤっぽい肌にも見せてくれたりするので、最近なんかちょっとソフトマットというかツヤ肌じゃない肌も流行りみたいな感じで聞くは聞くんですけど、ツヤ系の肌作ってると会うたびいろんな人に肌めっちゃツヤツヤ綺麗だねっていう風に言われるので、結構私はツヤ肌も好きでよくやります。そしたら続いてこのクッションファンデを使っていきます。前にねハイアップさせていただいた時に初めて使ってめっちゃ良かったっていうクッションファンデなんですけど、パーフェクトダイアリーのフローレスクッションファンデーションB02 番を使っていきます。このファンデは結構使ってる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、クッションなのにすごい軽い仕上がりで、でもカバー力もまあまああるので私はすごくお気に入りです。まあでもやっぱファンデって本当に人それぞれ合う合わないあると思うんですけど、なんか私の友達にアパレルやってる子がいるんですけど、その子に前このファンデを激推しして、私がちょっと買ってみるとか言って使ってみたらしいんですけど、なんかホコリとかで超崩れちゃうみたいな感じで言ってたから、本当に人それぞれだなって思います。その子にはちょっと合わなかったのかなっていう感じでもあるんですが、その子に合うファンデーションが私にはちょっと合わなかったりとかっていうのもあったので、本当に試してみないと分かんないとは思うんですけど、私はこのファンデーションがすごい好きでよく使ってます。てかここになんかニキビみたいなのができててショック。ちょっと肌荒れしてるな最近。そしたら目元アイメイクをしていきたいと思います。あ、ちなみにこのねリボンのピンめっちゃ可愛くないですか。この動画がいつ上げれるか分かんないんですけど、これあの22日にアベンモアから出る新作のセレクトアイテムなので、ぜひチェックしてみてください。ちなみに本当は2つセットであります。私ちょっと今1個しかつけてないんですけど、本当は2つセットになってて、このシルバーのリボンのヘアピン可愛い。アイシャドウはこれを使っていきます。ペリペラのアイシャドウなんですけど、名前がわからないな、韓国語でわからないのでまた記載はしておこうと思いますが、こんな感じのピンク系のパレットになっております。これを使って塗っていきたいと思うんですが、まずはベースのカラーを入れるんですけど、こちらのカラーを使っていきたいと思います。薄めのピンクみたいな感じのカラーなんですけど、これを MAC の217ブラシに取って全体的に塗っていきます。私は結構もうアイホールにがっつり広めに塗っていってます。下まぶたは私はあんまり塗らないんですけど、塗っても塗らなくてもどっちでも大丈夫かな。後で涙袋に
一応アイシャドウは入れていくのでとりあえずは塗らなくて大丈夫かなと思います。そしたら続いてこちらのカラーを塗っていきたいと思います。さっきよりももうちょっと濃いめのブラウンピンクみたいな感じのカラーかな。これをエルフのブラシに取りまして、こんな感じのブラシなんですけど、これに取ってこれを二重幅の幅より少し広めぐらいにのせていきます。私のメイクは基本的には縦にグラデーションを作っているので、こんな感じでのせていきます。このまつげの方から徐々に上に広げていく感じで塗るといい感じにグラデーションが作れる気がします。なんかピンクメイクって言ってもそんなにこうがっつりピンクっていう感じでもないので、結構普段からも使いやすいですし、いろんなコーディネートに合うかなと思うのでおすすめ。そしたら続きましてこの MAC の219ブラシ、ちょっと細めのブラシ、この色を取ります。ちょっとね赤みがかったブラウン系の色なんですけど、これを取って二重幅ぐらいの幅で目尻にのせていきます。これもやっぱ目尻側を濃くした方が綺麗なグラデーションに見えると思うので、この目尻側からのせてちょっと中にふわっとかけていく感じ、ぼかしていく感じでのせていきます。本当に私の YouTube をよく見てくださってる方ならわかると思うんですけど、基本的に私はアイシャドウの入れ方はそこまで変わらなくて、カラーは変えたりするんですけど、この濃いカラーをここに入れるとか、とりあえず2色ぐらいでグラデーション作って、この目尻に締め色入れてみたいな入れ方は本当にほとんど変わらないので、ほぼほぼこのやり方で、あとはアイシャドウのカラーを変えるっていう感じです。でこんな感じで今目尻だけ入れたんですけど、これでもいいんですけど、私はもうちょっと目頭の方も締めたいなって思うので、同じ色同じブラシにとってこの目頭の方からも少し入れてあげて、真ん中は開けておきます。こうするとめっちゃ立体感も出るし、より目元が引き締まって、私どっちかっていうと目力というか目に印象が欲しいタイプなので、こんな感じでいつもアイシャドウ入れてます。よし、 OK、 これで上はとりあえず完成なんですけど、次下をやっていくんですが、さっきとまあ同じカラーを取るんですけど、ブラシを変えて、これは 何番だ、 MAC のこの斜めカットのブラシにさっきと同じカラーを取りまして、この下まぶたの目尻を埋めていきます。私は目がちょっと目尻がこう上がってるつり目タイプなので、この目頭のところと平行っぽい感じになるようにしたいので、この目尻のこのできる三角のゾーンを塗っていきます。ちょっと目尻側の方が太めになるイメージかな。全部が全部同じ太さで塗るんじゃなくて、目尻の方は少し太めに塗って、ちょっとこうなじませる感じで、この下のラインになじませる感じで入れていきます。はい、こんな感じで今塗れました。ちょっとこの今ブラシについたパウダーをティッシュとかでしっかり落としていただいて、ここの色まだ使ってないカラーなんですけど、これを使って涙袋の影を先に描いちゃいます。で最近私結構涙袋をなんか強調して描いてるっていうか、大胆に描いちゃってて、私はもともと涙袋ちょっとある方なので、まあ、それに合わせて影を描くんですけど、こんな感じで真ん中の方から入れていって、ちょっとこう目頭の方、目尻の方にぼかす感じで、で目尻の方も結構ね長めに描いてます。こうすると結構涙袋が大きく見えて、目がよりガッと強調されるので、あんま濃く描きすぎてもちょっとナチュラルさがなくなってしまうかなと思うので、ここはもうぼかす程度で大丈夫です。これだけでも結構ね涙袋が強調されてると思うんですけど、まあこれだけだとちょっとくすんで見えちゃう、クマっぽくも見えちゃうかなと思うので、涙袋に明るいカラーをのせるんですけど、私ついに見つけました、いい感じのカラーを。もうずっとねこのメイベリンのビッグアイアイシャドウ、これを使ってたんですよ。これの一番上のカラー、これを使ってたんですけども、これが廃盤で私も困るし、みんなも参考に絶対ならないから、そろそろちょっとどうにかしたいなと思ってたんですけど、見つけました。それがじゃじゃん、こちらです。ジュディドールのこれね、まあコントアパレットっていうのかな、なんかハイライトカラーとシェーディングカラーが混じってる一つになった
パレットなんですけど、私はこれコントワーにも使ってるんですが、これのここの色、ちょっと明るめのカラー、これがめちゃくちゃ涙袋によくて、最近はもうずっとこれでやってます。マットのアイシャドウなんですけど、これは結構発色もよくって、まあチップを私いつも使ってるんですけど、このチップはこのメイベリンのやつで使わせていただいております。このねちょっと細長い感じのチップがちょうどよくて、これを使ってますが、これで涙袋にこれを入れていきます。やばくないですか、この爆誕力。こっちがもう今すごくない結構私はこっちの方までしっかりと入れちゃってます。この影をぼかしていったぐらいまで。このカラーがめっちゃ良くて、やっと見つけました。まあ、本当に人それぞれ自分にぴったりなカラーとかあると思うから、みんなにハマるかどうかは分かんないですが、でもなんかこういう明るめのアイシャドウとかって結構私的に発色があんまり良くなかったりとかってイメージがあったんですけど、これは発色もいいし、なんかラメとかもあんまり入ってないから割と自然に見えるかなっていうので結構お気に入りで使ってます。こんな感じで涙袋が爆誕しました。さっきよりも顔色もよく見えるかなと思います。アイシャドウはとりあえずこんな感じで OK。 続いてアイラインをしていくんですけど、アイラインはこちらのラブライナーのリキッドアイライナー RZB、 ちょっとなんか赤っぽいカラーを使っていきます。で、前の動画でも言ってたんですけど、今回もピンク系のメイクなのでちょっとこう甘くなっちゃうかなっていうのもあって、結構今回は跳ね上げ感強めで描いていきます。いつも跳ね上げてはいるんですけど、いつもよりもちょっと角度をつけて描いていきます。私は右の方が描きやすいので、先にあえて左から描いて、後からこっちの左に右を合わせる感じで描いてます。って言っても、まあ、絶対左右対称には描けないのであんまりうまくいかないですが、まあ、目の形も違うからね、それはアイライン全く同じで描けるわけがないんですけど、こんな感じかな。目尻はこんな感じで、私はいつもこの目尻の方と目頭の粘膜のあたりにも入れるので、あとは下にもちょっとだけ入れます。この黒目の内側あたりぐらいまでかな、引きます。なんか石灰ラインっていう感じではないんですけど、ただなぞるだけでも全然違うので、はい。そしたらビューラーをしてまつげを上げていきます。まつげ上げれたのでマスカラをしていきたいと思うんですけど、私めちゃくちゃまつげ下がりやすいタイプなので、このキャンメイクのクイックラッシュカラーがめちゃくちゃ好きで、これやってるともうほぼほぼ 100% の確率で落ちないのでこれを使ってるんですけど、まずこれのちょっと赤っぽいカラー今回は使っていきます。いつもはねでもブラックをよく使ってますが、とりあえず根元の方にちょっとぬぐいっとつけてあげて、その後に溶かす感じで塗っていきます。なんかでもこのマスカラは本当に私の中ではパールキープ力をするためのマスカラっていう感じなので、なんかめっちゃ伸びるとかっていうわけではないんですが、これでとりあえずまつげ、上まつげだけマスカラを塗っていきます。でちょっとこれだけだと私いつもブラックのマスカラをしてるっていうのもあって、ちょっと物足りなさを感じてしまうので、この上からまたマスカラをするんですけど、このラブライナーのオールラッシュマスク、ダスティーローズっていうカラーなんですけど、これでもう少しまつげを際立たせる感じで塗っていきます。てか私いつもメイク動画を撮るたび、てか編集してるたびに思うのが、メイクしてる時って絶対小声になっちゃうんですよなんかこのメイクに集中しすぎてすごい小声になっちゃってて、いつも編集するたびにそれを後悔してたんですね。まあ、聞き取りづらいこことか、そこだけ音量調節しないといけなかったりするから大変とか思って、いつもそうならないように気をつけようと思うんですけど、今はまあ気をつけて喋ってるんですけど、この動画の中でもちょっと静かになっちゃうところがあったんだろうなと思って、下まつげも同じマスカラで塗っていきます。一時期私下まつげ塗らないメイクにハマってたんですけど、今はまた回りまして、どっちもギャンギャンに塗るメイクにハマっております。怖いですからね結局。本当はね私マツエクとかしたいんですけど、マツエクがなんかね目の形的に多分似合わないんですよね。なんか逆に目がちっちゃく見えちゃうみたいなことが起きるんですよね。はい、目元は完成いたしました。そしたら続いて眉毛をやっていきたいと思います。眉毛さんは普段のメイクとそんなに変わらないです。まずこのヘビーローテーションのカラーリングアイブロウ04のナチュラルブラウン
を使って眉マスカラを塗っていきます。眉毛はちょっと明るい方が個人的には自分に合ってる気がするので明るくしていきますが、眉マスカラもしつつこの眉毛の毛並みも整えつつ塗っていきます。これやるだけでもだいぶ違いますよね、印象が。そしたら続いてこのケイトのダブルラインエキスパート、本当はこれダブルライン用のライナーなんですけど、これで眉毛を描いちゃいます。私はこのね、まあ、自分に足りないところをつけ足すぐらいなんですけど、この目頭がちょっと細いのでこの目頭につけ足していきます。このね、薄さが本当にちょうどよくて、これは本当にもうバランスを見ながらちょっと足りないなって思うところを毛をつけ足す感じで一本一本描く感じで描いていきます。はい、眉毛もこんな感じで OK です。そしたら次シェーディングをしていきたいと思うんですが、さっきの涙袋に使ったこのジュディドールのパレットを使ってやっていきます。まずこの上の方のカラー、ノーズシャドウをしていきます。使うブラシはこのナーズのブラシなんですけど、ノーズシャドウをするにあたってちょっとこれだと毛が長すぎちゃって、こうちょっとなんだろう、太くなっちゃうので、私はいつもこの買った時についてくるこの筆ブラシカバーみたいなやつをちょっとこんな感じで半分ぐらいまで下げてあげて、ここで使ってます。自分の骨に沿って描いてます。いつもまずここに影を入れるんですけど、ここにこうやってちょっと入れた後にこのね、クリースのところ、この目の骨あると思うんですけど、それに沿ってこっちに流す感じでぼかしていきます。本来であればここに影ができるはずだよねっていうところに入れてます。前まで私眉毛につなげて描いたりとかしてたんですけど、よくよく考えてみると本来であればここに影ができるはずだよなと思って、最近はこっちに入れるようになりました。ここの鼻先の方にもこんな感じで入れていきます。なんか全部つなげて描くんじゃなくて、この中間あたりは少し開けてあげて描いてあげて、この鼻の先の下のあたりまで U を描くように入れてあげます。でも私は結局この後この残ったカラーでうっすらとこのつなげますけどつなげますけど、とりあえずはここは開けておいて鼻先につける。フェイスラインのシェーディングもやっていきますが、フェイスラインはよりちょっとしっかりめに入れたいので、こっちの下の濃い方のカラーを使ってやっていきます。これは MAC の何番これ ?168 かなを使ってやっていきます。頬骨に沿ってサッと入れる、この顎に沿ってまた入れていきます。今ここから入れてるんですけど、ここのつながりが不自然に見えちゃうので、ここ入れたらこっちの後ろ側にもふわってかけてあげて、つながりを自然にしていきます。そしたら続いてちょっとポイントになるチークを入れていくんですけど、シャネルのレキャトルルージュユーエジュサンドレスっていうカラーを使っていきます。これ4色入ってるパレットで、チークパレットで、これのここの色を使っていきます。ちょっとコーラルピンクっぽい感じかなのカラーを使っていきます。ちなみに使うブラシはこれですね、エルフのハイライティングブラシで、このメイクはめちゃくちゃチークが濃いめなので、もう結構ガッツリグリグリっと取っちゃって、これをつけるんですけど、割と真ん中あたり、目の近くとかちょっと下寄りとかじゃなくて、真ん中あたりにもうがっつりとつけていっちゃいます。まあ、ちょっと濃いかもちょっと調子乗ったかもしれないですね。濃いなめっちゃ濃いかも。こう全体的に広く塗るんじゃなくて、どっちかっていうとポンポン置く感じで、まあ、この米髪だっけぐらいまでつなげてチークは入れていきます。あまり広げちゃうと全体的になんか赤くなっちゃって、ただただ顔が赤いだけみたいな感じになっちゃうから、せっかくこう可愛くチーク入れてるのにそれがちょっと分かんなくなっちゃうので、こんな感じでポイント的に入れるためにそこまでぼかしすぎずっていう感じで塗るんですけど、ちょっと濃いかも。カメラともいい感じに見えるかなあとちょっとこのブラシをこうやって潰して平たく持ってあげて、鼻の中間にもこうやってかけて塗っていきます。日焼けチークっぽい感じで、もう本当にチーク濃いめ、超濃いめです。そしたらこのあとは鼻先にも塗ってあげます。
鼻先はちょっと下目かな、この頂点じゃなくて若干下のあたり、顔をクッと上にやって鼻の若干下あたりに塗っていきます。こんな感じ。ではハイライト、マックのミネラライズスキンフィニッシュライトスカペードを使ってやっていきます。これを取って、あ、ブラシはエルフの、うわ、ちょっと名前が分かんない、こんな感じのブラシです。まずこの鼻の先、さっきのチーク入れたところよりも若干上目に塗っていきます。で、あとはこの今チーク入れたこの上のあたり、目の中間あたりですね、ここにもさっと入れて、で、あとは目頭の下、ここのところちょっと名前が分かんないので曖昧になっちゃいますが、ここのところに入れて、軽くこう丸く円を描く感じで入れて、あとは C ゾーンの眉毛の下から頬骨のトップあたりに、あとはこの顎のあたりと上唇の上にも入れていきます。よし、そしたらラストリップを塗っていきたいと思います。リップはまずちょっと色をつけるためにマックのラスターガールスリップスティックハグミーっていうカラー、ちょっと軽く塗っていきます。これだけでも可愛いんですけど、ツヤ系も好きなので、この上からこのリップがね本当によくって、最近結構バズってるかと思うんですけど、3色ゲットしまして、ロム&のリップ、新しいブラスティングカラーっていうリップかな、これがめちゃくちゃよくて3色買っちゃったんですけど、これの一番私の買った中では薄いやつ02番、これを使っていきます。上から塗る。本当にこれはね、縦ジワとかの概念がなくなる、超プルプルになります、超ツヤ。結構まあ塗り直しは必要なんですけど、すごい質感が可愛い、こんな感じでツヤンツヤンになりました。これでメイクの完成です。ごめんなさい、ちょっと私忘れていた1個、チーク、シャネルのパレットのチーク塗っていたと思うんですが、同じカラーで同じ筆にとって、ちょっとこの眉毛のところもふわっとチークかけてあげます。本当に気持ちなんですけど、こうすることでちょっと統一感というか出るかなと思うので、ここにもこんな感じでかけてあげます。これで OK です。はい、ということでこんな感じでメイク完成いたしました。どうでしょうか。前の動画では私お団子をしていたので、それでもまたちょっと印象が変わると思うんですけど、メイク自体は同じメイクになっております。まあやっぱ冒頭でも言ってましたが、チークがとっても印象的なメイクかなと思うんですけど、最近本当にこういう感じでチークは濃いめに入れるのにハマっているので、今回はこのねチークパレットのちょっとコーラルっぽい感じの色を使っていったんですけど、もっとピンクっぽいチークだったりとか、逆にもうちょっとオレンジっぽいチークとかも使ったりすることあるので、いろんなカラーでこういう感じでちょっと濃いめにチーク入れるのにハマっております。最近やっぱりちょっとファッションのトレンドの影響もあって、若干こう甘めなガーリーっぽいスタイリングにハマっているので、メイクもちょっとこういった感じで若干可愛らしさをプラスするメイクにハマってます。まあ、ただでも可愛すぎちゃってもあれかなっていうので、まあ、ちょっとリップのトーンを抑えたりだとか、あとアイラインもちょっと跳ね上げて描いてみたりとか、バランスを見ながらいつもメイクをしております。今のそのトレンド、ファッションのトレンドであるバレーっぽいファッションだったりとか、ガーリーなテイストが足されたファッションとかにもとても合うメイクだと思うので、ぜひ参考になったら嬉しいです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。